高石勝夫は、日本の競泳選手。元日本水泳連盟会長。1928年アムステルダムオリンピックにおいて800メートル、リレーで、銀、100メートル自由型で銅の2つのメダルを獲得した。50メートル、100メートル、200メートル、400メートル、800メートル、1500メートル、自由型元日本記録保持者。大阪府出身。 西成郡川北小学校、天ヶ崎市立、第一小学校、旧西大阪府立茨城中学、早稲田高等学院を経て、早稲田大学小学部卒業。妻は、元200メートル400メートル自由型日本、記録保持者、長井美猫。1928年アムステルダムオリンピック男子800メートル、自由型リレー銀メダリスト。 同オリンピック100メートル自由型同メダリスト。1924年パリオリンピックでも100メートル自由型1500メートル自由型に出場。1932年ロサンゼルスオリンピック代表競泳首相に選ばれたが出場メンバーを決定する記録会で敗れ、出場は果たせなかった。1964年の第18回夏季オリンピック。 東京大会では水泳日本代表総監督を務めた。また、日本水泳連盟会長などを歴任し、市綬保賞を受賞。母校早稲田大学の富山キャンパスには、高石活を記念して建設された、高石記念プールがある。実業家としては、近畿産業社長も務めている。また、1949年に、兵庫県芦屋市に、国民みなえい、水難事故防止。 定年齢層からの水泳選手強化を目標に、足屋市、芦市教育委員会などの協力を得て、足屋水連学校を創立した。1966年4月13日、成居。59歳没。ありがとうございます。